質問にですね、水田選手お答えいただきたいと思います。うん、さあそれでは今いっぱい届いてます。はい。はい、まずですね、こちら休日の過ごし方はという質問です。うん、休日はよく、まあ、同期の大迫選手だったり河村選手と、うんうん、まあ、ランチしに行って、その後に買い物だったりカフェに行ったりすることが多いですか、ね。カフェにも行く。はい、うん。何を飲むんですか。いや、まあコーヒーだったり、まあ、その時によって違うんですけど。はい、まあ、基本はコーヒーとかが多いですかね。おしゃれです。じゃあ遭遇してみたいですよ。そうですね。続いての質問、今年の夏の思い出は。まあでもやっぱり、まあ、サッカーが多かったので、まあ、それこそ8月全勝することができたので、まあ、そこの自分的にはサッカーの勝ってるイメージが思い出なのかなと思います。うん、サッカーですよね。もう一ついいですか。金髪にした理由は、次にしてみたい髪型や髪色ありますか。金髪にした理由は、うん、やっぱりピッチ外で、まあ、見つけてもらいやすいように、まあ、それが理由でしたんですけど、まあ、やってみたい髪型とかは特にないんですけど、まあ、試行錯誤しながら自分に合った髪型だったり髪色を見つけていきたいです。確かに金髪の方が、ね、目立ちますからね。そうですよね。もう一個いいですか。好きな女性のタイプは。お好きな女性のタイプは本当に自分と一緒にいて、まあ、楽しい空間を作ってくれる人だったり、うん、まあ、明るい人が好きです。明るい人、明るい人いいですよ、ね。はい、ね、なかなか言いませんよね。ユース時代から応援しています。田選手の今後の活躍も期待していますよ。神田さんからですね。はい、そして初めて見に行った試合が三田選手ルヴァン初ゴールでした。これからも39番を着て応援し続けますというノンさんからも来ております。この初ゴール覚えてますか。いや、もうすごく自分の中でも印象に残ってます。その日の夜は何を食べたんですか。夜は何覚えてないです。そこはそうですね、覚えてない。なんかお祝いに食べたのかなと思って。サンチェと最近仲良しですね。水田選手にとってはどんな存在ですかというののっちさん。どんな存在、どんな存在、もう本当に試合後とか試合前とかしっかりとなんか緊張をほぐしてくれるじゃないですけど、まあ、リラックスさせてくれる存在なのかなって思います。悔しいみたいな。あと抹茶味の食べ物がお好きということですが、何かおすすめありますか。アイスとかだったらハーゲンダッツとかの抹茶とかすごく美味しいんで、濃厚でおすすめです。間違いなく美味しいでしょうね。あと好きな食べ物は何ですか。オムライスですかね。